松崎、そしてこの位置から堂原、うん、決めていく。ケニー・ローソン・ジュニアを、あとその中でローソン・ジュニアにつないだ。おっと高いブロック、しかしもう一度取り直して、ここは落ち着いています。ケニー・ローソン・ジュニア、プロープレー、これ中盤でカット、スパイクス中央、これはなかなか止めるのは困難。個人通算5000得点まで45としています。ゴール下で決めて、さあここで神戸が連続得点。山田アトム、左はケニー・ローソン・ジュニア、自ら入っていくか、バックショット決めていく。逆サイドに切って山田アトム切り込んだ。静岡がギアを上げていく。そうすると自分たちのスタイルのディフェンスというところをもう一度ここで固めにかかります。しかし高さがあるスパイクス、この壁を越えるのはなかなか大変です。立ち上がって指示を送る、そんな時間差が増えています。中に入れた、思わずどよめきが起きました。静岡からすると第3クォーター、少しこのショットの攻撃精度というのが落ちていた時間帯がありました。追いつきました、失礼、ひっくり返しました。さらにはここは指示を出しながら、まだ時間は十分にある神戸サイド。つないはトップの位置から3を狙っていく、これは大きな3点が入ります。神戸の厚い守り、3を狙っていく、距離が足りない。ゴール下でハーラー、堂原から川島、突破が少し増えてきました。神戸最後はダンク、ナイジェル・スパイクス、岡田スリーを狙う、決めていきます。これで3点差。ちょっとカットしましたけども、谷には渡った。ショットクロック7秒、中央空いたポーターだ。3人を超えて決めていきます。カノンを壁に使ってフロープレー、切り込んでいく、切り込んでいく、バスケットカウント。ショットクロック8秒、トップの位置、ただここにハーラーがいる。中に入れてケニー・ローソン・ジュニア、ここは2を狙っていきました。逆サイドには山田がいます。中央3を打たせる、リバウンドは後ろから行ったケニー・ローソン・ジュニア、2点差。岡田フロープレー、トップの3の位置から行く、決めた。さあここでひっくり返して残り 25.7 秒。